ビューティフルピープルを解説するぞー。おしゃー。メンズレディースともに展開している日本のファッションブランドなんだけど、最近街中でここのバッグを持っている人をよく見かける気がするな。マリサは知ってるかな？2023年3月に GU とコラボレーションしていたブランドだよな。このコラボは全スタイル男女共通のデザインで展開されていたから、いいのがないかチェックしていたんだぜ。ただ、ビューティフルピープルが一体どんなブランドなのかは存じ上げていないんだぜ。安定した人気を誇っているブランドとも聞くし、この機会にいろいろ教えてほしいんだぜ。任せんさい。今日はこんなショーの流れで話していくね。ブランドの歴史や、ビューティフルピープルを代表するアイテムについて詳しく触れていくから、ぜひ最後まで見ていってね。それじゃあゆっくりしていってね。そろそろ秋冬の服を紹介していきたいな。それな。ビューティフルピープルは、2007年に熊切秀則氏が中心となり立ち上げられたドメブラだ。着る人たちに喜びや心地よさをもたらし、美しいと感じさせる洋服をデザインしているよ。ブランドコンセプトはエブリシングイズビューティフルで、サイズ、性別、素材、パターン、色など、ファッションにおける既成概念や先入観から着る人たちを解放し、個人個人の中にある真実の美しさを引き出すという意味を込めて付けられているんだ。ウィメンズの方が数が多いブランドなんだけど、メンズも負けないくらいかっこいいアイテムが多いし、当チャンネルには男性視聴者の方が圧倒的に多いから、メンズウェアを中心に今日は話していくね。了解なんだぜ。デザイナーの熊切氏は文化服装学院出身で、ギャルソンのパターンナーとして働いていた経験もある方なんだな。文化服装学院の同級生や、ギャルソンの同僚と共にビューティフルピープルを設立したと公式サイトに記載があったんだぜ。経験豊富な実力派が揃ったデザインチームが、ビューティフルピープルを支えているってことなんだぜ。その通りだ。ブランドの歴史をざっと振り返っていくと、2008年秋冬には英国を代表するアウターウェアブランドマッキントッシュのセカンドラインであるトラディショナルウェザーウェアとのコラボレーションとして、トラディショナルウェザーウェア&ビューティフルピープルを発表したんだ。2011年には東京青山に、初の路面店となるビューティフルピープル青山店をオープンさせることとなるよ。ここの店舗は現在も同じ場所にあるね。何度か行ったことがあるよ。直営店は渋谷パルコにもあるし、スプディオスといったドメブラを中心に取り扱うセレクトショップでもよく見かけるブランドだと思うんだぜ。そうだね。初出店から翌年の2012年には、イギリスの老舗ファッションブランドであるアクアスキュータムとのコラボトレンチを発売していたよ。ビューティフルピープル創業当初は、英国の歴史あるブランドと立て続けにコラボしていたようだね。2013年には、当チャンネルにファンも多いであろう英国の老舗ブランドバブアーとのコラボ商品を発表したよ。アイコニックなオイルドジャケットをリメイクしたアイテムなんだぜ。約10年前のジャケットだけど、今でも全力で欲しくなっちゃうな。メルカリにも出ているみたいなんだぜ。こうやってブランドの過去を振り返ると、超絶かっこいいアイテムがあったりするし、値段が下がっている場合が多いから最高なんだよな。昔の服も集めたくなっちゃうんだぜ。2015年には、伊勢丹と共に新ライン、ルーティーンフォービューティフルピープルを発表したよ。今検索したらほとんど引っかからなかったから、すでに終了しているラインだと思うな。ベーシックを追求した三越伊勢丹限定コレクションもあったんだね。かなり積極的に活動を行っているブランドと見受けられるけど、パリコレとかには参加してたのか？ビューティフルピープルは、デビュー10周年となる2017年に、念願のパリコレクションデビューを飾ったんだ。以降、ランウェイ形式のショーで継続的に発表しているよ。それは知らなかったんだぜ。ここまで規模感が大きいブランドだとは思わなかったな。このルックはメンズだけど、メンズコレクションも発表しているってことなのか？メンズラインが本格デビューしたのは2019年秋冬コレクションで、それ以降はメンズ・ウィメンズ混同のコレクションを定期的に発表しているという感じだね。2020年には、第38回毎日ファッション大賞をデザイナーの熊切秀則氏が受賞するんだ。可愛らしいコンテスト名だけど、初期にはギャルソンの川久保玲氏や幼児山本の山本幼児氏、建造の高田建造氏や一世三宅の三宅一世氏といった、世界的に有名な日本のデザイナーが受賞しているコンペティションなんだよ。非常に名誉ある賞なのさ。2020年10月には、サブブランドとなるビューティフルピープルフィールズをローンチするよ。人間が持つあらゆる感情にインスピレーションを得たアイテムを展開しているラインだね。ビューティフルピープルフィールズの公式サイトを覗いたけど、絡まりっぱなしのネックレスや辞書トイレットペーパーといった斬新すぎる商品が販売されていたんだぜ。面白いな。このラインは、アート性の高いアイテムがオールジャンルで展開されているイメージだ。種類自体はそこまで多くないけど、一癖あるアイテムが多いからチェックしてみてほしいね。ブランドの歴史はざっと振り返ることができたから、今からビューティフルピープルのデザインの特徴について話していこうか。このブランドは、子供と大人、男性と女性といった、相反するアイデアの中にある共通点から新しい美を見出したデザインが多いんだ。誰にでも受け入れられやすいリアルクローズを中心としていて、上質なファブリックと巧みなパターンの構築、日本有数の工場による縫製までブランドのものづくりは一貫されているよ。ゆったり着られる着心地の良い洋服ももちろん評価されているんだけど、最近はビューティフルピープルのロゴがデザインされたアイテム類が人気なイメージだ。
ロゴものは、流行りすぎてしまうと飽きが来てしまうからちょっと怖いところではあるな。白い四角形の生地に黒字でビューティフルピープルと書いてあるアイテムをよく見かけるね。目に留まりやすいデザインだし、個人的には最高にキュートだと思うんだぜ。では今から、ビューティフルピープルの定番アイテムについて話していこうか。まずはライダースジャケットだ。独特な加工を施したデザインは、一つ一つ手作業で艶を出す加工を施し、デッドストックのような雰囲気に仕上げているのが特徴なんだ。染色時に特殊なオイルを加工することで、最も柔らかく、しっとりとした風合いが出るようになっているのさ。着ていくうちにその人ならではの味わいが出てくる点も魅力なんだぜ。ライダースジャケットは持ってないから、ぜひとも挑戦してみたいアイテムなんだぜ。ライダースジャケットは、デザイナー本人もブランド定番の商品と話しているほどビューティフルピープルを代表するアイテムとなっているから、ぜひ狙ってほしいと思うな。ライダースジャケットにも様々な型が展開されているんだな。定番型でもいいし、こういった少し攻めた型も欲しくなっちゃうんだぜ。価格も比較的手が出しやすい気がするな。ライダースジャケットだと、今やラグジュアリーブランドだと100万円近くのものも多いし、ドメブラでも20万円は超えてくるイメージだからね。霊夢に質問なんだけど、公式サイトを見ていたらサイズが170や180といった普段見かけない表記になっていたんだけど、これってどういう意味なんだ？ビューティフルピープルには、相反する要素を組み合わせ、新しいものを提案するというブランドの特徴を表現したキッズシリーズというものが存在するんだ。大人のための子供服というコンセプトなんだけど、単に大人の服を子供サイズに縮小するのではなく、大人と子供の体型の違いを考慮したパターンで作られているのが最大の特徴なんだ。例えばこの服は一見子供服のように思えるけど、子供が着るとジャストサイズになるのに対し、大人が着用するとショート丈や七分袖になるよね。このように、大人と子供の体格差を考慮したプロダクトを提案しているのがキッズシリーズなのさ。だからサイズ表記が子供服の表記と同じになっているんだよ。面白いよね。確かに面白いな。この写真では、キッズサイズのレザージャケットを大人がタイトに着こなすことによって引き締まったかっこよさが現れているんだぜ。キッズシリーズもいいな。ちなみに先ほど紹介したオーバーサイズのレザージャケットは、キッズシリーズではないからサイズ表記が違っているね。これは他のブランドではなかなかない特徴だと思うな。お次の定番商品はトレンチコートだ。世界最高峰のオーガニックコットンとされるピマコットン、その希少品種の中でも最高峰に当たるアルティメイトピマを使用した傑作だね。見ているだけでその上質さが伝わってくるんだぜ。ライダースジャケット同様、着れば着るほど肌に馴染み、末長く愛用することを想定された一生ものの服だね。その通りだ。日本屈指の縫製工場で丁寧に製作と製作工場まで最高レベルを選んでいて、ブランド定番のアイテムとして細部までクオリティコントロールがなされているのさ。最近若干肌寒くなってきたし、そろそろ冬に向けてコートを数着買おうかなと思っていたんだよな。なんだかんだわい、いいトレンチコート持ってないから狙ってみるんだぜ。ビューティフルピープルは最近だと、ミズノとのコラボレーションスニーカーも発表していたね。構築的な空洞は機能美としても優れていて、おしゃれ度がぐんと上がる一足だと思うな。ほうほう、多くのブランドとコラボしているブランドでもあるんだな。ライダースジャケットやトレンチコート以外にも魅力的なアイテムが多く揃っているブランドだと思うから、気になった人はぜひチェックしてみてほしいよ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。